白いもやのように山が霞がかったように見えるこの映像は、今月6日北見市で撮影されたものです。ちらちらと飛び交う雪虫、3日には札幌中央区の知事公館でも見られました。初雪の前に飛ぶことから冬の使者と言われていた雪虫ですが、その印象は去年で一変。去年10月下旬、札幌をはじめ全道で大発生し、多くの人が大量の雪虫に悩まされました。うわってなってこう擦ったら出てきたんで、で見たら雪虫だったっていう感じなんですけど、自転車とか乗ってても、もう服とか職場着いたらもうすごくついてたりとかして、黒い服とかあんま着れなかったなっていう。潰れたら跡ついちゃうんで、なんとか潰さないように、直接触れたらあれなんで、振動でこう落とすとか。うん、今まではないですね。これも初めて。去年の大発生、大通公園の植え込みなどを整備している男性も初めての経験だったといいます。すごく臭かったね。6丁目あたりが一番臭かったのがね。独特の匂いっていうんですかね、ちょっとこうなんか油が古くなった油が腐ったような匂いが。どうしてました？まあ諦めたというか。今年も雪虫は大発生するのでしょうか。そしてその対策は。去年大変な思いをしたという方も多いと思います、はい、江上さんも嫌でしたよ。いや嫌でした。室内に逃げたとしても、うわなんか痒いって言ってついてたりするんですよね。いや本当に嫌でしたよね。で気になるのが今年はどうなるのかということです。そこで雪虫などの昆虫の専門家、北海道大学の秋元名誉教授に伺ってみました。今年の雪虫大量発生の可能性、ズバリこちらです。今年も大発生の可能性が大きいということで、廣岡さん覚悟が必要ですね。なんでですか？どうにかならないんですか？そうなんですよ。受け入れたくないんですけれども、はい、今年もその雪虫の繁殖に必要な気温の高さ、そして雨の降る量などの条件が揃ってしまったということなんですね。ではもう避けられそうにないその雪虫、服などにねたくさんつくっていうのも悩みの一つだと思います。服などについたらどうしたらいいのかも教授に聞きました。ポイントはやはり潰さないことだそうなんですね。潰してしまうと茶色のシミになってしまいます、うん、洗濯すれば取れるそうなんですけれども、日中その服を着て過ごさなければいけませんから不快ですよね。で潰さないようにパッパとこう払うように避ける、あとは風を当てるなどがおすすめだということなんです、うん、で毛足の長いセーターなどはもう絡まっちゃうんですよね。石井さん、なんか入っちゃいますよね。じゃあこの時期はセーターとか着ない方がいいんですね。ちょっと服装を選んだ方がいいかもしれません。雪虫が絡まりにくい服装というのもちょっとご紹介しますね。まずはジャージなどのスポーツウェアやレインコートなど表面が比較的ツルツルしてたり、シャカシャカしている服っていうのがやはり払いやすいということなんです。でも服だけじゃ守れませんよね。そうね、顔とか髪とかも気になりますよね、はい、そういう方は帽子や眼鏡で頭や目を守ってください。でもまだ口が守れてませんね、はい、ということでマスクやスカーフなどもおすすめです。だんだん石井さん装備が増えてきました。出てるとこ少なくなりましたね。怪しくないですか？大丈夫ですか？でも、それぐらい、ね、守りたくなりますよね、うん、これくらい服装に気をつけていても口に入ってしまったりしたらどうすればいいのか、はい、こちらについては北丸山耳鼻咽喉科の白崎院長に聞きました。潰れたこの雪虫が潰れた液体が傷や粘膜に触れたり、あと口に入ったりした場合、10人中3人ほどの割合でアレルギー反応が出るという研究もあるそうなんですよ。どんな反応なんですか、うん、これ。いやそれがですね、このアレルギー反応の研究というのがあまりまだ進んでいない。そうなんですね。そのため今年は北大のこの秋元名誉教授に対して、うん、この医療研究者から雪虫を研究のためにたくさん捕まえてほしいっていう依頼が相次いでいるそうなんです、うん、だから雪虫についての研究っていうのは石井さん、うん、まさに今進められている最中なんですよ。謎のマ
虫というか害虫というかだったんですかね、はい、じゃあ目の中に入った虫を持っていくとか、あの皮膚についてちょっと潰しちゃったやつを先生に見せるとか、でそういう情報がどんどん始まっていけばこう溜まっていけばいいってことなんですね、うん、でもなんか不快なだけだったらね、まだちょっと我慢すればいいかと思いますけど、これアレルギー反応出ちゃったりする方は本当に大変ですよ、厄介ですね。そうですよね。でさらにあの目などに入るのにも注意が必要なんです、はいはい、山花宇野眼科の宇野院長によりますと、目に入った場合こすらないようにしてくださいということでした。特にあのお子さんなどすぐに目をこすってしまったりするんですけれども、絶対にやめてくださいと。あの結膜炎の症状などが出る方もいるそうなんですね。雪虫が目に入ってしまったらちょっと難しいなと思うんですけど、水でできるだけ洗い流すようにする。で取れないほど目の奥に入ってしまったら眼科を受診してほしいということでした。いやもう全身守らないといけませんね。何らかの形で家の中に入れなかったり自分にくっつかないように、うん、この時期あの努力すればいいんですね、うんうん、ちなみに広岡さん去年対策などはしてました？いや家に入る前にもうかなり入念に払い落としてましたね、うん、あとはまあこの時期ちょっとあの長袖のシャツの上に1枚欲しくなるぐらい寒くなってきているので、うんうん、まあ、そのシャカシャカした素材のものを身につけるなどして、うん、そうですね。でもまあ2週間ぐらいですかね、こうたくさん飛ぶのってなんか感覚的に言うと、ね、さっきカレンダー出てましたけども、うん、あれですよね。そうなんです。今月の20日ぐらいから2週間程度が雪虫が飛ぶピークになるんじゃないか。なんかちょっとねこう冬の使者みたいな、うん、若干こうメルヘンなね、うん、ファンタジーなちょっとイメージもあったんですけど、去年で若干我々の印象も変わりましたよね。ちょっと研究の分野でも研究進めていただいて、我々ができるちょっと対策をして、うん、アレルギーなど出ないようにね、乗り越えていきたいですね。